はい、皆さんこんにちは、りなです。今日はりなエットフィットネスウェアの10月の新色と新作の紹介動画を撮っていきたいと思います。ちなみにもう10月ということで秋ですね。秋といえばりなエットのフィットネスウェアでしょ。りなエットは結構秋のカラーがめっちゃ可愛くて、くすみ系のカラーも多いので、これから秋冬に向けてみんなダイエット一緒に頑張っていくために、リナエットのフィットネスウェアでモチベーションを上げていきましょう。で、リナエットのウェアなんですけど、基本的に伸縮性がすごくあるので、体重が70キロ以上ある方でも XL サイズでご着用していただけます。実際にリナエットをずっとご愛用してくださってるお客様も、最初 XL サイズを買って、今は L サイズとか M サイズが着用できるようになってるって DM とかをいただいたりして、もう私までめちゃくちゃ嬉しくて、なんかやっぱりリナエットフィットネスウェアがみんなのダイエットとかトレーニング頑張るモチベーションになれてるんやなって思った瞬間、私はその時に一番幸せを感じる。やっぱり継続するのって難しいじゃないですか。でもおしゃれなウェアを1着2着持ってるだけで気分めっちゃ上がります。だから自然と運動に行きたくなるんですよ。なので痩せたい方はぜひリナエットをゲットしてみてください痩せれるよ絶対。10月の販売期間なんですけど、10月5日の22時オープンです。で、10月7日の23時59分までの3日間で今回は販売させていただきたいと思います。ということで、今日はリナエットフィットネスウェア2023年秋のルックブック動画を紹介していきたいと思います。楽しんで見ていってください。あ、もしかしたら動画最後まで見てもらったらいいことあるかもしれないです。はい、まず最初になんですけど、最初の紹介はリナエットが始まってからもう大ベストセラーのバッククロスブラから秋の新色カラーが登場します。イエーイ。新色が、私が今着てるローストブラウンと、こちらのじゃじゃん、テラコッタブラウンの2色が新色で追加されます。めっちゃ可愛くないですか。私が今着用してるのは本当に綺麗なブラウンなのよ。で、こっちが結構ダークっぽい感じのテラコッタのカラーになってます。オレンジブラウンにも見えるようなカラーになってます。本当に秋って感じですね。バッククロスブラはリナエットフィットネスウェアの中でも一番人気のスポブラで、後ろのこのバッククロスブラのデザインが特徴になってます。で、ホールド力で言えばスポブラの中でも一番高い方のホールド力になってます。お胸の揺れが全然ないのと、あと締め付け感がすごい少なくて楽に着用していただけます。このローストブラウンとヒップアップレギンスのテラコッタちゃんを一緒に合わせてあげると、もう秋らしさ満開です。ヒップアップレギンスなんですけど、ロゴが前に入ってます。そしてこちらのチャコールグレーのカラーが新色で登場します。めちゃくちゃ絶妙な色です。後ろのここのね、ステッチが丸くなってるのでヒップアップレギンスという名前です。ヒップアップレギンスの生地感としては、ハイウエストレギンスに比べるとちょっと分厚めの生地になってるので、これからの冬の季節にもぴったりのレギンスです。はい、運動するときはこんな感じでスポブラとレギンスとかで運動してもらっても全然 OK なんですけど、やっぱり運動するときって周りに人がいることが多いじゃないですか。だからこの服装ではちょっと運動しにくいわっていう方は、この上にじゃじゃん、こちら新作のスタイルアップボタンロンティーです。こういうトップスを上から着てもらうとしっかり体型もカバーできるし、なおかつ全然この服装とかでも外歩いていただけるので、どっちの色も何にでも合わせやすい色になってるので、ぜひぜひゲットしてみてください。はい、スタイルアップボタンロンティーのダークグレーの L サイズを着用してみました。丈はクロップ丈になってるんですけど、ただのクロップ丈ではなくて、ここのね、お腹のラインの部分が U ラインになってるので、クロップ丈感は少ない。そして最近リナエットの商品でも多いお腹のラインに沿ってデザインがあるので、気になるお腹周りもしっかりカバーしてくれます。
そしてそしてリナエットの商品といえばこのねハイウエストレギンスが特徴です。他のねレギンスとかだとやっぱりおへその下とかおへそギリギリ見えるか見えへんかぐらいのレギンスの丈感が多いんですけど、ハイウエストレギンスになってるので上がクロップ丈でもお腹が隠れるんですよ。私身長163センチ、 L サイズでこんな感じの着用感になってます。袖が長めの丈感になってるのでクロップ丈でもスタイルアップで見せてくれるようなデザインになってます。そして生地感なんですけど、生地感はめちゃめちゃしっかりしてるんですよ。普通の T シャツっぽい感じの生地感なんですけど、伸縮性がすごくあるし吸水性もあります。なのでめちゃくちゃ動きやすいです。ほんでお洗濯してもよれにくい生地感になってるので、私の仲良しのオンニに見てもらったんですけど、めちゃくちゃいい生地やんか、ギャップとか H とかで買うカーディガンよりもめっちゃしっかりしてていいっていうお声をいただきました。嬉しい。でこれ今ねボタン閉めてる状態なんですけど、上から2つぐらいボタン開けてもらうと首周りもちょっとすっきり見えるかなっていう感じになってます。はい、こちらがスタイルアップボタンロンティーのブラックの M サイズを着用してきました。 M サイズってなるとちょっと L サイズに比べると丈感が短くなった感じです。なんかね M サイズでも全然伸縮性あるから着用はできるんですけど、ちょっとここの丈感が短すぎるかなっていうのはあります。ちょっとゆったりめに着たい方はいつもより1サイズか2サイズぐらい上げてもらってもいいのかなと思います。この後ろの角度もねめちゃくちゃ綺麗に見えます。ここがただの T シャツのね切りっぱなしにはなってないので丸みが出てるので、本当に体のラインをすごく綺麗に見せてくれるデザインになってます。で大人気のシルエットフィットジャケットからこちらのラベンダーのカラーが出ました。大人っぽい感じのラベンダーのカラーになってます。落ち着いた印象ですね。だいぶ私いつもこんな感じで M サイズとか着用することが多くて、体のラインをしっかり綺麗に出したいっていう方はこういう大きめのサイズを着るよりもピタッてした方が絶対に綺麗に見えるので、私が XL サイズを着るとこんな感じの着用感になります。でこのシルエットフィットジャケットはジッパー付きなので室内とかでも脱ぎ着がしやすいです。はい、で今着用してるレギンスがヒップアップレギンスの新色のタコールグレーになります。はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗な色じゃないですか。ちなみにこれをブラックと比べるとこんな感じで違います。やっぱりブラックではなく濃いめのグレーになってるのでほんまにめちゃくちゃ綺麗です。私今このムードクロスロンティーの L サイズを着用してます。でこのムードクロスロンティーなんですけどめちゃくちゃ着心地いいしサラサラなんですよ。で速乾性がすごくあります。ツイストカバーアップロンティーはどちらかっていうと T シャツっぽい感じの生地感なんですけど、ムードクロスロンティーはしっかりと汗を吸収してくれるような生地感になってます。近くで見るとこんな感じでサラサラの生地感、こんな感じです。このムードクロスロンティーはブラックとこちらの私が着用しているホワイトの2色展開になるので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、で次に紹介するのがじゃじゃん、こちらのストレッチポロ T シャツです。でリナエットのロゴがね裾のここに入ってます。 S サイズと M サイズの展開になってます。生地感は T シャツの生地感なんですけど、伸縮性がすごくあって伸びがめちゃくちゃいいのと吸水性があります。着る時も脱ぎ着めっちゃしやすいです。ストレッチめっちゃ効いてるの分かります？私ねポロシャツが全く似合わないんですよ。でもここのね V の形がすごくいいからポロシャツが着れない私でも綺麗に着こなせるんです。なのでポロシャツが似合わないっていう方ぜひこれゲットしてほしいです。S サイズのホワイトを着用してこんな感じです。丈は本当に S サイズだと短めで、リナエットのハイウエストレギンスでもお腹がちょっと見える感じです。ブーツカットレギンスだとここのハイウエストの部分が結構長いので、ブーツカットレギンスと合わせてもらったりするのもすごくおすすめです。で、さすがに S サイズなんでちょっとピタッと感は結構出てるかなと思います。でもね、体のラインをめちゃくちゃ綺麗に見せてくれます。
こんな感じ。今までのリナエットの半袖系の商品であんまりなかったデザインになってます。でこれね、もう10月やから半袖を出すかめっちゃ悩んだんですけど、どうしても可愛くて皆さんにお届けしたくて、ストーリーでアンケートしたところ出してほしいっていうお客様が結構多かったので、今回10月やけど半袖の商品を出させてもらいます。はい、次はブラックを着てきました。ブラックだとここのロゴがねしっかり見えてて可愛いかなと思います。でわかる？このここのフォルムのラインめちゃくちゃ綺麗に出してくれるでしょ。で私ブーツカットレギンスと合わせてきました。はい、やっぱりねブーツカットレギンスはここのハイウエストの丈が長いんで、この短めのクロップ丈でもしっかりお腹が隠れる。やっぱりさっきの S サイズと比べると M サイズの方が安心感があります。このポロ T シャツ絶対ゲットするべきやと思います。はい、最後は前回から大人気のもちもちストレッチティーから新色が出ます。私が今着てるこちらのラベンダーちゃんのカラーです。でこれカップ付きなんで1枚で運動できるんですよ。すごくないですか？しかもこのアンダーの部分がしっかりと締め付けられるので、お胸の揺れとかも全然気にならないです。こんな感じで今私これ M サイズを着用してます。でこれね、スポブラとかつけて脇肉とかが気になる方に本当におすすめする。でもこのもちもちストレッチティーは後ろが本当にすっきり綺麗に見えます。なのでここの横の脇肉が気になるっていう方でも安心して着ていただける T シャツです。しかもこれ1枚で最強の T シャツです。でこれね、もう名前の通り生地感がめちゃくちゃ滑らかでもちもちなんですよ。で伸縮性もめちゃくちゃあるし、本当におすすめの T シャツになってます。こんな感じです。はい、ということで今日はこんな感じで10月のリナイトフィットネスウェアの新色と新作の紹介ルックブック動画でした。今回はだいぶ秋っぽい感じのカラーをご用意させていただきました。で今日も最後まで見てくださったリナイトファンのリナエッターの皆さんに向けてお得なクーポンを配布したいと思います。今回は販売期間が木金土の3日間になるので、そこだけご注意ください。ダイエットといえば私秋冬やと思うんですよ。夏より絶対秋冬の方が痩せやすいから、みんなリナエットちゃんの新作を着て一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。